バビロンの栄光は不滅である。桁外れの富を誇る史上最も豊かな都市としての名声は幾千年紀を経て今日まで語り継がれている。とはいえ最初からそうだったわけではない。バビロンの豊かさはそこに住む人々の知恵から生み出されたのだ。彼らはまず裕福になる術を学ばなくてはならなかった。バビロニアの剣王サルゴンがエラム人との戦いに勝って凱旋した時、この都では深刻な状況が待ち受けていた。秘書官が進み出て言う。大規模な灌漑用水路、神々のための壮麗なる聖堂という陛下の大事業のおかげをもちまして、長年にわたり我が国は大いに栄えてまいりましたが、すべてが完成した今、臣民たちは日々の暮らしを支えかねておるようです。人夫には仕事がありません。商人にはほとんど客がおりません。農夫は作物を売りさばくことができません。食べ物をあがなうだけのお金が民の手元にないからです。国が大事業につぎ込んだあれだけの金は一体どこへ行ったのだ。王は問うた。恐れながら巡り巡って一握りの大金持ちの財布に収まりました。古式に落としたヤギの乳のように素早く民の指の間をすり抜けたのです。お金の流れが途絶えてしまった今、大多数の民には懐を潤す術がありません。王はしばし考え込んだ後こう問うた。何故それほど少数の人間の手に全ての金が集まるようなことになってしまったのだ。その者たちが集め方を知っているからです。しかし財を築いた者を蓄財に長けているという理由で咎めるわけには参りません。また道理をわきまえた人間なら、正当に稼いだものから稼ぎを取り上げて、それを能力の劣る者たちに分け与えるようなこともできますまい。すべての民が金を蓄える術を学んで皆富栄えるというわけには参らぬのか。ごもっともです、陛下。ですがそれを教えられる者がおりましょうか。神官たちには務まりません。蓄財には縁のないものばかりですから。ならば秘書官よ、この都で一番富を築く術に通じているのは誰であろう。ご質問がおのずと答えになっております、陛下。バビロンで一番大きな富を持つ者は誰でありましょう。さすがである、我が有能なる秘書官よ。そう、それはアルカドだ。バビロン一の大金持ちはあの男だろう。明日アルカドを連れてまいれ。翌日王の命令通り午前にまかり入れたアルカドは、70歳という年齢にもかかわらず背筋がピンと伸び、精気が全身にみなぎっていた。アルカドよ、王が言葉をかける。そなたがバビロン一の大金持ちであることに間違いはないか。そのような評判でございますし、陛下、それに異を唱える者はおりません。いかにしてそれほどの富を得たのだ。この麗しき都の民に等しく与えられる機会を生かしたのでございます。何もないところから始めたと申すのか。富を手にしたいという強い望みだけでございました。それより他には何も。アルカドよ、我が都は暗鬱なる時を迎えている。限られた者だけが富を得る手立てを知り、故に富を加戦して、かたや大多数のためはなけなしの収入を手元にとどめ置くその術を知らぬ。世の望みはバビロンを世界のどこよりも栄えさせることだ。そのためには町が金持ちであふれていなくてはならぬ。のう
アルカド、富を手にする秘訣のようなものはあるのか、そしてそれは人に教えることができるのか。できないことではございません、陛下。人の持つ知恵であれば人に伝授することも可能でしょう。王の目が輝いた。アルカド、それこそ世の聞きたかった言葉だ。一つこの偉大なる使命をその肩に担ってはもらえまいか。そなたの知識を伝える教室を開き、そこで学んだ講師たちがさらに多くの講師を育てて、ゆくゆくは我が領土のしかるべき臣民すべてに真理が行き渡るようにしたいのだ。アルカドは身をかがめて答えた。私は御意に従う卑しきしもべでございます。持てる知識のありったけを我が同胞の生活水準向上のため、また国王陛下のご栄誉のため喜んで差し出しましょう。金属なる秘書官殿のご手配により、生徒100名からなる教室を開いていただけるなら、かつてバビロンで一番痩せ細っていた我が財布を超え太らせてくれた7つの極意をお教えいたします。2週間後、王の命令に従って選ばれた100名が色とりどりの服装で収容館の大講堂に集まり、半円形の列を幾重にも作って座った。アルカドは小さな台のそばに座り、台の上では灯明が焚かれて不思議な効果を放っていた。見ろ、あれがバビロン一の大金持ちだ。アルカドが立ち上がったとき、生徒の一人が隣の者をこづいてささやく。見た目は俺たちとちっとも変わらないじゃないか。私は大王陛下の忠実なる臣下としてあなた方の前に立っております。アルカドは話し始めた。かつては富を心から欲する貧しき和光土であった私が、また後に富を手にするための知識を見出すに至った私が、その知識をあなた方に分け与えることを王はお命じになりました。私はごくつつましいやり方で財の礎を築きました。何ら有利なつてを持たぬことにかけては皆さんと、そしてバビロンの市政の方々と同様でした。私の最初の金蔵は使い古した財布です。空っぽで役立たずのその財布が私は忌まわしくてなりませんでした。それを丸々と太らせ、金貨のぶつかり合う音で賑わせたいと願いました。そこで財布を肥やす手立てを探し求め、7つの極意にたどり着いたのです。ここにお集まりの皆さんは、痩せた財布を太らせるその7つの極意をご紹介いたしましょう。大枚の金貨を手にしたいと願うすべての方にお勧めする方法です。これから7日間にかけて1日に1つずつご説明していきます。私の授ける知恵に耳を澄ましてください。それについて私と論じ合いましょう。皆さんの間でも論じ合ってください。講義の内容を完全に我がものとして、できれば皆さんご自身も財布に富の種を植えてみてください。まずは皆さん一人一人が賢明なやり方でご自分の財産を築き始めなくてはなりません。そうすれば蓄財の力が身につき、しかる後に初めてもっと多くの人にその真理を伝えることができるのです。あなたの財布を太らせる術を私は簡単なやり方でお教えします。これは富の神殿に至る階段の最初の一段であり、その一段をしっかりと踏みしめなければそれより上へ行くことはかないません。では
第一の極意について共に考えてまいりましょう。